先月読んだのはこれですね。脳を鍛えるには運動しかない、まあ、言い切ってるわけですよね。運動すると頭の回転良くなりますよと、でもちろん頭の回転良くなるんですけど、まあ、頭の回転だけではないということが、この何百ページの中に書いてあるんですけど、これ全部やってたら大変ですし、最初の方はですね、高校生とか中学生とか子供の向けですよね。で真ん中から後ろの方になると、ちょうど私たちぐらいの年齢のお話が出てきますから、そこだけちょっとかいつまんでこう文章にしてみました。まあ、脳を鍛えるには運動しかない、まあ、浅見先生からも、まあ、究極脳だよと、脳は使ってないと肺を静粛といってだんだん機能を落としていくから頭は使わないとダメだよねと言われたのも10年以上前ですかね。で浅見先生も、あ、忘れたなと思ったら10分間考える、みたいなことをおやりになってました。その頃ちょうどなんかこうマスを埋めるような脳トレとかですね、そういう本がいろいろ出てきた時期でもあったんですけど、でもなんかやってるとその脳トレのあれやってもそんなに、まあ、やらないよりはいいのかもしれませんけど、そんなでもないかなっていうふうな話も出てきたりしたんですね。おいおい、じゃあどれやればいいのかなと思ってた時にこの本が、まあ、その頃に、ちょっと後に出てきたような本です。でこの本を書かれたハーバード大学の、ジョン・レイティっていう先生のお母さんの話っていうのが丸の1の下の方に、書いてあります。私の母は歩くのが早い、歩くのが早いっていう人いますよね。でそういう人は非常に活発で頭の回転も良かった、いいんですよ。でところがですね、86歳で腰の骨を折って、で半年と、で今度は股関節の手術も骨折をした。で骨折をして、まあ、動かなくなると全てがうまくいかなくなる。でもちろんこちらの頭のこの回転の方もうまくいかなくなる。いかに運動が大切なのかということと、やっぱ骨折するっていうのは非常にリスクが大きいことで、極力その骨折して寝たきりというかですね、入院してギブスしてというのは、防げなきゃいけない。私の母親も非常に活発な人で、まあ、常に体を動かす人でした。まあ、脳卒中を何回かやったんですけど、脳卒中やってリハビリしなきゃいけないったらですね、もう理学療法士の先生がびっくりするぐらい自主的にやるんですね。で帰ってきて私の肩借りて歩行訓練やったり、でベランダがありますんで、ベランダはあっち行ったりこっち行ったり、ものすごくまあ活動的に、まあ、動く人だったんですけど、最後亡くなる時はパタッと倒れて4日で全く誰の手も煩わせることなく、まあ、行きました。ああこうならなきゃなと思ったんですけど、うちの親父がですね真逆でございまして、でその違いは何だろうと、これもう息子ですからその日々の生活見てるわけですよね。反面教師で、まあお風呂が例えば仮にですよ、いい例としたら、親父はまた違うことを教えてくれたわけですから、これやらなきゃいいということを学んだわけですね。でこの親父はまあゴルフしたりとか運動も少しはするんですけど、若い頃はですね体操の選手だったんですね。で写真で大車輪してる写真なんかあるんですよね。だからすごい運動スポーツ選手だったんですけど、まあ、パッタリやめまして、まあ、ゴルフもたまに行くようになって、おそらく70、60いくつぐらいからはもう一日中座ってこのパチパチという白と黒をこうやりながら敵討ちをするというですね、常にリベンジで、頭の体操はしてるんですけど体は全く動かさないっていうのをずわーっとやってしまいました。まあその結果がやっぱり足腰弱ってと、いうことになったんですね。まあ私のですから、やることやりたいことっていうのがそこで決まってきたんですね。もう絶対運動はやると。でもうね、なるべく座る時間減らして、まあ、活動的に死ぬまで動いていようと、動きながら死ぬぐらいでもちょうどいいとじゃないかと思うんですね。まあそんなことです。で2ページ目いきますかね。裏ひっくり返してください。まあここの本の中に老化という話が出てきます。
健康な、この心ってありますけど、頭の働きは健康な体、これね、健康な精神というとまた差別的だって言われるんですけど、まあまあ頭の回転というのは、体を動かしている方が、健康な方がやっぱり動くよと、そういうことです。でこれは認知症とかですね、がん、糖尿病に病にしても運動していればいいんだと、もういうことはもうすっかり分かってます。65歳以上のほとんどが高血圧になって肥満になって糖尿病にもなっていると。で心臓病、がん、脳卒中で亡くなるということがですね。でこれ予防するには運動と禁煙、それと食事と、もう大体これでいいだろう。でこの心臓病と脳卒中っていうのは両方とも血管系の障害ですよね。心臓で詰まったりとか血管がおかしくなると心筋梗塞とか狭心症をやってしまうわけですよね。で脳で同じ血管の症状が起こると脳梗塞とか、まあ脳卒中やるわけですよね。でもこの2つは血管系で、この間西城秀樹さんが亡くなったっていうのがちょっとショックですけどね。私とあんまり年変わらないんですよね。で40過ぎに脳卒中やって、これ脳卒中は血管系ですよね。でまた脳卒中はやりになって、それで最後心臓でやっぱり弱ってきてるっていうことですから、これはやっぱ運動が大切だと。でヤングマンが踊っているぐらいに運動能力あったんですけど、やっぱどっかでちょっと変わってきたのかなと思います。うちの親父見てもですね、学生の頃は台車に回ってぐるぐるやってるんですけど、結構そういう人いらっしゃるんですね。学生の頃ガンガンやってた人って、過去の栄光ずっと追っかけて、今はっていうと全然やってないっていう人はですね、いらっしゃいます。それは治療の時によくお聞きするんですね。学生の頃運動何やってましたかって聞くんですね。じゃあ今なって何やってますか。ほとんど何もやってない、ね、でも俺は空手をやってた、ね、いやそれは昔の話でしょ。いやこの間前蹴りやってみた。どうしたんですか。いやもう腰痛が出てしょうがない。やれるのはやれるんですけど、日頃の毎日の鍛錬やってないとダメなんですよね。例えば糖尿病を防ぐように努力すれば、この脳内のインスリンのバランスも整って、ニューロンが活性化されてっていうこと、頭の回転良くなるということですね。で血圧が高い人が心臓を鍛えるためにこう軽くランニングやると、そうすると脳の毛細血管が弱くなったり塞ぐのを防いでくれると。でさらに骨が骨粗しょう症で、まあ、スカスカにならないようにウエイトトレーニングですね。なんか重たいもの持ったり、こうすると脳の中に成長因子が放出されて、ニューロン樹状突起がピピピッとこう伸びてくるんですね。逆に認知症、この頭の回転、これを予防するためにオメガ3 DHA ですね、 DHA、 これを飲んでると、骨も強く、運動やってで健康にこう気をつけて生活してると、うまくこう循環していろんなものが良くなっていくと、そういう好循環が生まれます。私たちの、リスクというのを考えると、その下のちょっとこう見ていただくと、肥満の人は普通の人の2倍認知症にかかりやすくなりますよというのも分かってます。心臓病の人がアルツハイマーになる確率も非常に高いと。統計によると認知症になる確率は糖尿病の人は 65%、 コレステロール値が高い人は 43% あるんです。これら運動で調整していければいいと。3番目ですね、認知力の衰え、認知症じゃないですよ、認知力、ものを記憶したり考えたり、これが衰えるっていうのはどういうもんだろうと。もう皆さんこれはないですか、知ってるはずの人とか場所の名前がこう出てこないと。これは認知症ではないって言われるんですよね。まあそうでしょうね。でも若い頃どうでした、そんなことはないですよね。もう行けば何するかっていうのも分かってるわけですから、まずこれですよね。なかなか思い出せなくなると。
で、記憶の貯蔵庫は海馬。最近この海馬という話がいっぱい出てきます。僕はねやっぱり日本がこんだけ高齢化になってくるとこの海馬のところの、働きがうまくいってるかどうかっていうのはものすごく重要になってくるわけですね。で、今日はまあそこそこなんとか海馬の働きうまくいってるからここまで来れたわけですね。記憶をたどってなんとか忘れながらも思い出して、違ったかなって言ったらほらみんな顔知ってるから、あんたそっちじゃないわよって手引っ張ってこられたかもしれない。でも引っ張ってきた人はいいけど引っ張られてきた人は危ないかもしれない、まあ、こういうことですよね。海馬が問題なんですね。以前なら考えなくてもいいのに、なんでこんなに苦労するのか、イライラしてしまう、ね、ちょっと台所まで行ってハッと気がついたら何するんだったか分からなくなってると。で、包丁を持ってじーっとこう立ってるとですね、なんで包丁を持ってるんだろうと、まさか自殺するつもりじゃなかったよねと、こんな話ですよね。で、まあ、とりあえず包丁は危ないから置いてみる。年を取れば皆経験することですけど、これもいわゆる軽度の認知障害だと、ね、今朝の患者さんが、コレステロール値がちょっと高いから薬を飲みましょうと、もう10年ぐらい前に言われたんですね。で、私薬飲むの嫌ですって言ってたんですよ。でもずっとコレステロール値がちょっと高いんですね。平均よりちょっと高いぐらいなんですね。でももう病院じゃ飲め言うわけですね。で、最近またあの先生がちょっと変わって、血液検査が出て、でコレステロール値はまあ変わらないんですよね。で、お、何も言わないなと、ね、この先生は私のこと興味ないのかな、先生コレステロール値大丈夫ですかね、あの標準値変わったからもう飲まなくていいですって言われたそうなんですね。で、え、じゃあ昔あんだけ言われてた私のコレステロール何だったのみたいなね。で、その頃にコレステロール値を下げる薬っていうのはもうほとんどスタチン系の薬ですから、いわゆるこの認知障害を起こす可能性があると世界中で言われてる薬ですよね。ねえ、皆さんコレステロール値が高いって言ってご自分のお薬手帳を見たことありますか？もう一度言いますので確認だけしといてくださいね。うちではとりあえず確認だけはします。まあ、あとは薬飲むのか飲まないのかはお医者さんは、病院はあの薬剤師は薬出すのが仕事ですから出しますけど、家に帰って飲んでるかどうか見てませんからね。自分でしっかり判断してくださいね。はい、裏のページ3ページいきます。まあ、軽度認知障害は進行するとは限らないと、いつまでもあら何だったかしらというので終わってるかもしれない。でも放置すると認知症になりかねない。もう簡単に言うと、若い頃はそんなことなかったのに今になったらそうなってきた、年取るたんびにこうなってくるっていうのは考えられることですよね。で、こういう人はどうなってくるかっていうのがその下に書いてあるんです。ここが問題なんですよ。私もしかしたら認知症かしらっていうふうになんかドキドキっとした日があったとしますよね。そうするとこれうまく対処できないのかではないのかなっていうと怖がるんです。そうすると殻に閉じこもる。で、恥かきたくない。特に日本人っていうのは恥の文化ですから、人前で言えなくなったり違うこと言ったらどうしよう、恥ずかしいってこう出なくなる。で、この家の中から外に出なくなる。で、そうすると、まあ孤立が起こりますよね。家の中でいわゆる独居老人みたいになってしまうんですね。で、そうすると何が起こるかというと運動不足です。家の中にじーっとして外に出ない、出かけると誰かに声かけられるんじゃないか。で、この間のね、なんかどっか行った話なんかされると、それ何だったかなってこうって思い出せない。まだそれだったらいいんですけどね。ああ、例えばなんとかさんとか言われてね、ドドドって来られて、この人誰？誰だったかしらってこうなるとね、ちょっと出かけるのはやめようかなとこうなるわけですね。で、これをですね、善意で起こってるんですね、今日本中で。私のあのお袋の田舎がこの間水害に遭いました、あの天城の美奈木というところなんですけど、で、まあまあ自分のあの遺伝子がそっちの方にあるとどうしてもそっちの方の友達も多いんですね。あの三輪町とかあの辺に、友達が多くてですね、三輪町の友達のところは自分のおじさんのところが一人住まいなんですね。
これどうなってるかっていうと、まあ、前はその友達のお母さんが飯作りに行ってで作ってうちにもまあそこで飯作るのめんどくさいからうち来てもううちで食べてよってこんな話で行き来があったんですね。ところがそこの町がやっぱり素晴らしく親切なところなんですね。で町内会があのおばちゃんたちみんなこぞってその弁当作ってくれるようになったんですね。で弁当作って持ってったらどうなるかっていうとその弁当を朝っていうか、まあ、昼にもお弁当なんですよね。で、まあ、朝のうち持ってきてくれて毎日持ってきてくれるんですね。で半分昼頃食べるんです。残るでしょ、そんな年あの若くないですから。残りを夜半分食べるんですね。でゴミ箱に捨ててで寝るわけです。で次の日はまた持ってきてくれるから半分食べてでまた夜半分食べてっていうともうほとんど外出なくなるんですね。もう60が70、80になってくるともう食事の関係の買い物とかそういうの以外はだんだん出なくなりますから。でとうとう、まあ、脳卒中になってしまって、まあ、運動不足でしょうね。で入院してとそんな話になったんですね。で別の人もやっぱその、三輪町のもうちょっとこう向こうの方なんですけどね、ここはもうもっと行き届いてましてお弁当を持ってくる人にいろいろ頼み事をするんですね。あのどこそこの病院で薬もらってきてじゃないですけどなんかそんな薬買ってきてとかコンビニに行ってマスク買ってきてとかトイレットペーパーがなくなった全部やってくれるんですね。であの辺は皆さんご存知のようにもう田んぼと畑ですから、前は自分のうちの裏で畑でこう大根とか野菜いっぱい作ってたんですね。でそれを煮炊きして食べてでコンビニはですね片道30分ぐらいかかる、3キロぐらいあるんですね。この間沖縄行ってコンビニ探すの大変でした。でここはですね町内に2つとか3つコンビニがあるんですよ。しかもそれなのにまだできてるんですね。そこに新しくまたできたんですよ。だから走ったらだいたい10秒20秒の間にコンビニがどっちかにある、うちのこの辺でもね。やっぱりこのその天城のもうちょっと向こうのあの水害の出た朝倉地域とかいうとコンビニ自体がですねコンビニがとにかくあんまないんです。そのコンビニに買い物行くというのが、ちょっとごめんなさいね、ものすごい運動になってたんです。コンビニ行かない、スーパー行かない、出かけるのは月に一度の銀杏治療院運動不足になりますよね。もうだん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 衰えて1年間通うようになってもう見るからにこう衰えていくのを見えるんですね。病気じゃない、悪いとこ何もない、まあ、とうとうここにまでも来れなくなってしまいました。で、ね、なんかねなんかこう無人というか、まあ、ボランティアでいいことしてくれてるのは分かるんですけどね、なんか方向間違えるとこういうことにおそらく日本中はこうなってるんじゃないかなと思います。この地域はあんまりそういうことはないですけどね。まあちょっと私も考えてしまいました。4番目、運動があなたの健康を支えていると。で、運動によって何が起こるかというと、心臓とか血管強くする。もうこれはもう皆さん分かるでしょ。運動するとドキ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 、ね、血管はもう血管の中を血液が順々順々回るわけですから。そんなことやってると非常に血管というのは丈夫になりますよね。体も温まりますから。頭の中の働きもどん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 良くなります。このちょうど真ん中のあたり見てください。この丸の4の真ん中のところですね。運動すると体内により多くの一酸化窒素が取り込まれ、血管を拡張させる。窒素っていうのはですね、体の中に入ると血管を拡張させるんです。皆さんちょっとここで一回ですね、深呼吸してみて、大きく深呼吸、ね、でもう一回大きく深呼吸して、大きく深呼吸したらどうなります？なんかスキッとします。どうです？酸素がいっぱい入ってきて全身にこう新鮮な酸素が巡ってと、
もう僕もそう思ってたし、そう言ってたんですよ。でもここ書いてあるでしょ、一酸化窒素が巡りって、酸素が巡りって書いてないでしょ。でこの間ですね、数日前に私ダイビングの免許を取ろうと思って、ちょっとダイビングの勉強をしたんですよ。で、あ、そうかって思ったのが、空気中の 21% が酸素なんです。まあ2割ぐらいが酸素なんです。この空気の2割ぐらいは酸素、あとの8割って窒素なんですよね。大きく深呼吸すると何が入ってくるかっていうと、窒素が入ってくるんですよ。あ、そうだったと思ってですね。で、窒素が体の中に入ってくると、血管は窒素を感じるとパッと広がるようにできてるんですよ。で、アミノ酸の中にもですね、このアミノ酸の中にも血液の中で一酸化窒素に変わるアミノ酸っていうのがあるんですよ。だからアミノ酸取ると血管が広いて体がパーッとこう温かくなって、まあ冠動脈も血管ですから、で心臓の働き良くなるとかいうのがあるんですよね。窒素だったんだっていうのはですね、ダイビングの免許を取りに行ってパッと気づかされたんですね。そうだったんだと。で、あのタンクの中入ってるのは酸素じゃないですからね、空気が入ってるわけですから。時々酸素っていう人います。酸素は入ってないですね。酸素ばっかりだったらえらいことになりますから、中毒を起こしますから。で、その下に脳卒中を起こした人、アルツハイマーの患者さんでさえ有酸素運動、空気をたくさん吸う運動をすると認知テストの成績が上がるということが分かってるんですね。で、もちろん酸素をたくさん吸うっていうのも必要なんですけど、窒素、いわゆる空気をたくさん吸うというのが大切である。で、深呼吸するとどうなるかですよ。深呼吸ができるかどうか、そこにかかってくるわけですね。この、心臓血管系のところで深呼吸がいっぱいできるかどうか。で、よくやりますよね。ここでも皆さんに深呼吸してみてください。呼吸が胸ですか、みぞおちですか、下腹部お腹に入りますか、よく尋ねるんですけど、昨日おととい、夕方やった患者さんもですね、その前の時に私がその質問をして、確かお母様が心臓病だったんですね。 お父さんとか。で、心臓のこの H3 の清潔試薬をすると良くなった、半分ぐらい良くなったんですね。ああ、私って心臓が弱かったんだっていうのをその方は気づかれたんです。で、それから毎日自分の深呼吸で心臓の感じ確認してたんですね。で、まあ前よりはいいかなっていう感じだけど、ちょっといまいちまだそうでもないなと思っていらっしゃったんですね。で、昨日一昨日来られて、お腹をこう見て深呼吸すると、その右のお腹、この肋骨の上なんですけど、ここにもう激痛の圧点があるんですね。で、こんなところに肋骨の骨折したんですかねって言ったら、骨折してんだったらもう覚えてるでしょ、ぶつけました、いや覚えてないですね、それを忘れてしまうぐらいの人だったらもうこれは違う治療して、認知症の治療しなきゃいけないですから。で、覚えてないってですね、もう激痛なんですよ。もうこう押されて、あ、痛い、でもこれ肝臓以外考えられないと思って、右足の F2F6 それから F4 肝臓の治療を4回やったんですよ。1回通りやって、2回やって、3回目ぐらいだいぶ良くなって、4回やるともうだいたい痛みがこう取れてきたんですね。それと同時に何が起こったかというと、深呼吸できるようになったんです、もっと。で、それは肝臓がおそらく相当腫れてたんですね。その肝臓っていうのはこの横隔膜っていう空気をする膜にくっついてますので、肝臓が腫れてるとその横隔膜がこう下下がらない、呼吸ができないんですね。で、肝臓がペチャッとこう普通の状態になってくると、横隔膜がこう動くことできますので、呼吸がしやすくなるんですね。で、時々この肝臓が腫れて、で、それを治すと深呼吸がしやすくなるという人がいますけど、この方はお酒もほとんど飲まないような女性の方なんですね。で、まあこの間もお話ししましたけど、お酒を飲めないような人は肝臓がやっぱりよろしくない、だんだん年食っていくとどっかの臓器が弱くなってくるんですけど、それが肝臓だったということでございました。運動は若いうちから始めるのがベストと。でも、いくつで始めても遅すぎることはありません。
で、私が今感じているのは、そろそろ運動した方がいいですよという年齢があるでしょ。それは60歳です。60になったらですね、そろそろ運動し始めた方がいいです。で、70になったらですね、今からやっとけば10年先20年先の、貯金ができて、もう楽しい人生がずっと送れるわけですよ。ちょっと旅行行こうかなとか、もううまいもん食いに行こうかなって言っても動けなきゃどうしようもないですからね。で、80歳になったらすぐです。今日すぐ、今まで何人か、あ、これはもう運動しかない、悪いところなんですけど運動だけだって言っても、手を引いて運動連れてった、ピラティスやらせたっていう患者さんが何人かいらっしゃいます。もうそのぐらいで、80になって運動不足でだん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 こうなっているっていうのをもう何人も僕見てきてますから、あ、この人もう来月来た時にはこうなるなっていうのが見えてきますので、もうすぐやりましょう。で、例えば3ヶ月しましたってだん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 こうなっていくわけですね。で、今日の時点、うちに銀杏治療院に今日来て、で、明日からやり始めると 3ヶ月後はこうなっていくわけですから、この違いたるや偉いことですよ。で、そのこうなっていくのがですね、いきなり80歳の人は急激に起こるんですよ。で、あっと気がついた時には、ちょっともう無理だなと、もう運動なんかできる体じゃないっていうふうになってしまう。ところが動いてここまで来られるっていう間はまだまだいくらでも OK ですので、皆さん捨てたもんじゃありませんのでまだまだピシピシってやれば動きますから、やっていただければと思います。5番目ですね、丸の5です。カロリンスカ研究所っていうのを聞いたことあります？これね、ノーベル賞を判定する、ノーベル医学賞を判定する研究所なんですよ。カロリンスカ研究所っていうのは、いろんな研究やってます、ここは。75歳以上の1173人を9年間調査してた。結構ね、日本の、疫学調査とかそういうのは結構人数少ないんですよ。で、ヨーロッパとか、まあ、アメリカもそうですけど、やってるのがですね、ものすごく多いです。数万人とか数千人、この数千人っていうのは逆に少ない方ですね。で、9年間、まあ9年10年っていうのは普通でしょうね。を調査した結果、血糖値の高い人はアルツハイマーを発症する確率が 77% 高かったと。血糖値が高いというのは非常に良くない。なんでかっていうと、年を取るとインスリンがの出が少なくなるんですね。まあどんなものでもそうです。唾液も出なくなってくるでしょ。口がよく乾くとかいう人もいますよね。で、食べたものに対する水液とかインスリン出が悪く、脂っこいもの食べてもなんか胸焼きするな最近は、この胆汁が胆のが弱ってきてるんですね。で、若い頃は大丈夫だったのに、なんか最近酔っ払い酔いやすくなって調子悪いというのも、もう肝臓が弱ってきてるんですね。で、インスリンが少なくなるので血液中のグルコース糖が、細胞の中に入りにくくなる。で、血液中にグルコースが、まあ、糖ですね、急増すると活性酸素が発生して血管が傷ついて脳卒中やアルツハイマーを、危険性を高めると。で、血液中の糖、これインスリンがあると組織の中、特に筋肉細胞の中なんかにどんどん入っていくんですね。ところがですね、元からのこの筋肉がなかったら入っていきようがないんですよ。その糖を貯蔵するところがないわけですから。だから血糖値どん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 高くなっていく。で、結構昔の人、昭和30年から40年代ぐらいの、まあ、男女ともに日本人の体がどうだったか、今の人よりもですね、ものすごく筋肉質だったんですね。皆さんの、おじいちゃんおばあちゃん思い出してみてください。私がね、あ、こっちか、こっちの方行くと、その漁船の船員さんとか、その港で働く、荷役をやってるおじさんたちが結構いたんですね。で、ドラム缶ひっくり返してですね、で、角打ちでこうグイグイ飲みながらやってたわけですね。食べてるものはもう大したもの食べてないですよ。おにぎりと目刺しかなんか食いながら、で、血糖値なんかほとんど高くないです、全員。だってその昭和30年代から40年代糖尿病っていうのはほとんどなかったんですから。でね、もう今でも覚えてます。僕に
魚釣りの針の結び方を教えてくれた漁船の、おじさんがいるんですね、船員さんが。で、お前あそこの釣り具屋しょっちゅう行くみたいだけど釣りが好きかって言うんですね。皆さんそれ好きですって言う。でお前ちょっと糸の結び方教えてやろうって。でもうその漁船の船員さんですから釣り針なんか持ってるわけですね。で釣り糸パッと持ってきて、で目つぶってチャッ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 ってカッてあら見ろ、こうやって目つぶって結べなきゃお前夜釣りはできんってですね。でああ分かりました。でおそらく60過ぎ70ぐらいですよね。もう筋骨隆々、もうその頃はまあ幼稚園か小学生ぐらいだったんですけど、もうまあ男の子の僕が見てもですね、もう惚れ惚れするようなもうこんな体してるんです。でも周り見たらみんなそうだったんですね。で今どうかだからですね、今の60、70のおじさんたち見るとですね、もうああはなりたくない、もうなんかもうデレンデレンの体してますもんね。山笠っていうのが博多では男どもがみんな裸になるんですけどね、あれで60、70のおじさんたち見て、ああ惚れ惚れするなっていうのはですね、自分も含めていないです。昔はあの世代で結構いました。まあそれはね、生きがって掘り物入れてるようなおじさんたちもいましたけどね、やっぱね体の使い方はね、やっぱ毎日肉体労働っていうか運動してたようなもんですから、だから筋肉がいっぱいあるから相当なもん食っても全部筋肉に蓄えられて、翌日その筋肉の中に溜まってるグルコース全部使い果たして、もうヘトヘトになって角打ちで一杯引っ掛けて、で握り飯食ってうわーとか言いながら、もう4畳半じゃないです、3畳一間みたいにゴロッと寝て、で朝ももう5時頃から起きて出かけるんです。毎日その連続ですから。で糖尿病一人もいなかった。少しはそれ見習ってもいいかなと。まあ運動でいいんですよ。その朝4時5時に起きて、あそこに立って二駅の仕事しなくていいですからね。本当は運動なんかやらずに草刈りかなんかやった方がみんなに喜んでもらえるんですよね。まあでもそれはなかなか難しいから、まあ、運動しようということになるんですね。4ページに行きましょうかね。これ今インスリンっていうのは結構この間の NHK の番組で、体からインスリンが出ると脳の中の、まあ、物質の活性化とかそういうにもなると、伝達物質にインスリンがなってるんだということがお話がありました。でこのインスリンが、まあ、分泌が良好であると、まあ、アミロイド β っていうアルツハイマーの原因になっているようなものがあるんで、それをこう除去してくれるんじゃないかなっていうふうな今お話になってます。で6番目ですね。で運動するとどうなるか、免疫系、もう免疫系は間違いなく活性化されます。よくですね、病院に行ったら白血球が少ないんですよと。皆さんご自分の白血球の数ご存知です？あれ知らないですか？よく病院行ったら白血球、ホワイトブレッドセルって言って白血球って出てくるんですよ。で昔の人は7000あったんですね。で今の平均は4000から5000です。で白血球が多い方ががんに強いわけですよね。白血球の中にリンパ球っていうのがあって、そのリンパ球が大体ですよ、まあ、ガンやなんかをやっつける仕事をしてるってよく言われるじゃないですか。ということは白血球の全体がこう数が多い方が、少々ボンクラなやつが打ってもですね、こういいのもいますから、でそれが何とかしてくれると。まあ、全体が昔は7000あったのが、今それの半分近くで4000になってしまっている。というといいのばっかり4000だったらいいんですけど、ボンクラといいのと半々だったらね、2000しかいなくなるわけですから。で来られて、もう僕は白血球が少ないんです、なんとかその清潔白で、免疫力を上げる白血球を増やす方法ないですかと言われるんですね。で皆さんどうです？白血球が増えた方がいいでしょね。で簡単ですよね。昔の人が7000あったんですよ。で今4000になったんでしょ。でその違いさえ知れば、もう4000の白血球が7000になるわけです。どうすればいいです？ん？そう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 、運動というか畑仕事するとかね畑仕事するでしょ。
畑仕事すると例えばその辺の笹の葉でピッと切るじゃないですか。切ったら血が出る、まあ、切り口がありますよね。バイ菌が入ってくるでしょ。バイ菌が入ってくるとそのバイ菌戦うために白血球がちょっと出てくるわけですよね。最近笹の葉で手切ったことあります？笹の葉で手切ったことあります？笹の葉で手を切ったことがありますか？怪我したことがあります？みんなね、怪我なんかしなくなってるんですよ今の人たち。昔農作業やってた人は鎌で手切ったりとか、僕はね、足すりむいたり転んで落ちてとか打撲したり、こういうのが散々あったわけですよ。いわゆる外敵から攻められるようなことがたくさんあったから、白血球がたくさんないと防衛しなきゃいけなかったんだね。今そんなことないわけですよ。はい、ここの中ですごい怪我してる人今日います？いないわけですよ。だから白血球少なくていいわけですよ。もう一番単純な話です。あ、もう一つ話しますと、私は15年ぐらい前まではがんの研究というかですね、がんずっと考えてやってたんですね。でいろんな研究機関というお医者さんたちと、患者さんの血液検査をザーッとやってたんです。まあすごい1万人ぐらいやってます。でデータ全部僕もらって全部こう自分で分析してやってたんですけどね。でがんになった人っていうのは、例えば免疫細胞がたくさんあった方がいいっていうじゃないですか。ね、心配そうだからこっち見て話しますけど、で普通にがんがあんまりない人って、健康な人って、例えば白血球が4000とするじゃないですか。だからがんの人はどうなると思います？いや、がんの人はどうなってると思います？白血球増えてるんです。それを放射線とか抗がん剤とかで叩くと白血球がドンと下がります。体の中にがんがポンとできましたってどうなるか、白血球の数がパッと上がるんです。僕ね、なんで上がるんだろうと。そりゃそうですよ、お腹の中に必要のないもの、いらないものができたわけですから、それを何とかしようとするとき、最初に起こるのは、体の中に起こるのは白血球を増やそうっていうことなんです。いいです、わかりました。だからずっと4000しかなかった人が白血球がポンと6000になりました。怪我もしてません、運動もしてません。あ、がんができたんじゃないかなと。わかります。だからがんができた最初には白血球がポンと増えるんです。自動的にオートマチックにそれやっつけなきゃいけないから。せっかくこう白血球ができて、でそうすると熱も出やすくなるんですよね。そういうメカニズムができてるんです。この免疫細胞を活性化させるためには熱を上げた方がいいんだ、防腫瘍症候群とか言うんですね。でそういう腫瘍ができたら何が起こるかっていうのもう大体分かってる。で熱ができてこの白血球リンパ球を活性化させましょうって頑張るわけですね。風邪ひいた時でもそうでしょ。むやみやたらと人間の体やってることないですか ら熱出しましょうって何らかの理由があるわけですね。でその熱をこう解熱剤で刺して抗がん剤で叩いて、放射線バッと上げてたらどうなるかですよね。どん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 白血球こう減ってきますよね。何やってるんだかよくわからない、なんかお年寄りの老人にお弁当持ってってだんだん体弱っていく、なんか似たような構図がそこにありますよね。まあそういうことです。で免疫系を強化させるには、だ今の話簡単な話で白血球数を増やしたいんだったら少々運動して怪我していいから外に出て太陽光線浴びて、その辺ちょっとひっくり返って転んでもいいから、あ、すりむいたペロペロとこう舐めてればいいんだということですよね。で活動量が増えれば増えるほど白血球は元気になって増えてくると、そういうメカニズムが人間には備わっている。だからじーっとして外敵も攻めてこない怪我もしない人にはいらないんですよ防衛力が。でもそうやっているとだんだん年だけはこっち行きますから、でこっち行くと変な細胞がポコポコっとできてきます。でその時どうなるかというと、やっぱちょっと弱いな、そうならない時ためには、まあ50、60ぐらいになったら、60歳ぐらいになったら、だいたい52歳ぐらいがそのがん年齢っていうのは、ちょっとがん細胞みたいなあんまりよろしくない細胞が増えてきて、
それと逆行するように免疫の細胞がこう落っこちてくるっていう、このクロスになったところが大体その50歳前後のところですから、もう60ぐらいになったらしっかり運動して白血球の数を増やした方がいいと、そういうことです。でこれが、免疫力の強化。7番、運動すると骨が強くなりますね、病院に行って骨強くするためにこれ、ね、注射月に1回打ってくださいね。でも骨折したってねえ、そうですよね。骨を一番強くするのは物理的にこの骨に縦にかかる圧力だっていうのがもう大体常識で分かってきますよね。でもあんまりこれ大声で言うと薬が売れないですよね。あんなもん注射なんかする前にこうどこでもいいから叩いとけばいいんだと。だからちょっと NHK でこうかかとをトンと落とすのがいいって言われたでしょ。あれかかとに刺激を与えてるわけですよね。昔はかかとに刺激を与えてはいけないって言ってたんですよ。だから靴の中のかかとにあんなにスポンジ入れてかかとにショックがいかないようにしてたわけですよ。嘘でしょ。今真逆のことを NHK で言ってるんですよ。で健康法の中にですね、木槌でかかとを叩くっていう健康法がある。これ骨にこう刺激がいくと骨っていうのは強くするんです。私のところにですね、空手の中で一番怖いのが極真空手っていうのがあります。極真界っていうのがですね、もう強者ぞろいで、でその人たちどうするかっていうと、バットがありますよね。バットとかビール瓶で叩き合いをするんです。すねとかですね、骨が出てるような腕とかですね、肋骨とかですね、叩き合いをするんです。そしたらどうなるかというと骨は強くなる、太くなる。骨をガンガン叩くだけで丈夫になるんです。人たちは経験的に知ってるんです。肋骨でもどこでもバンバンバットで叩いてボン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 叩きつけてると強くなるんですよ。でそれは極真界の人たちがやってることですから、これちょっと普通じゃないなと思ったんですね。でもこの間朝のテレビ番組見てたらですね、スポーツ系の大学の教授かなんかがですね、いやビール瓶でスネを叩くんだって言ってるんですね。おお、極真界も間違えてないんだと。でその極真界の人を治療、まあ最近おいでにならなくなったんでやってたんですけど、でやっぱりそうやっててもその強者がたまには骨折して入院することがあるんですね。で1ヶ月ぐらい入院して出てきた。でまた、道場に来てこうやってたんですけど、まあやる方は今までのあいつと同じと思ってやるじゃないですか。で回し蹴りかなんかこうパーンと蹴ったら肋骨がボコボコと折れたんですね。たった1ヶ月そのぶん殴るのやめてたらやっぱ弱くなってるんですね。ということは骨っていうのは結構しょっちゅう刺激を与えてないとダメだなと。人たちねちょっとおかしいですから、本当あんまり近寄らない方がいいですよ。もう考え方普通じゃないですから、常に喧嘩しようと思って生きてますから。別のその空手の大学に行った人もいるんですけどね、先輩がやってこいって言ったらですね、何しに行くか、酒場に行って押すとか言いながらちょっと不良みたいなのを見つけてはボコボコボコってやるのは、それがなんか趣味でしょうね。その極真の人もですね、ちょっと車はこうかすったそうなんですね。で相手がこう生きがって「なんだこの野郎」みたいな感じで出てきたんですね。でもうその人はもう最初からこうして下手に出るんですね。で「じゃあ喧嘩しますか」でも恨みっこなしですよ」ボコボコって下手に出てこられたら危ないですからね人たちもこうやりたくてしょうがないんですからね。まあ鍛え方違うんですけど、こういうことです。骨強くするためには、骨に対する刺激が一番です。トレーニングです。極力骨に刺激を与える。靴の厚い底の靴なんかジョギングシューズなんか履かない。極力裸足、ね。8番目、食事は軽く体に良いものを食べましょうと書いてありますね。まあ皆さん
体に良いものをお食べになっていると思います。で、食べ過ぎはいけない、食べ過ぎはいけない、これはもう昔からあの食べ過ぎはいけないって言われるんですけど、こうネズミにたらふく食べさせたネズミと食べるのをあんまり、制限してるネズミと2つ飼った。どうなったかっていうと、食べ過ぎのネズミって血液が悪くなって、それで林にした。で、食べるのをちょっと制限したネズミは血液が良くて長生きした。で、これはまあ九州大学の学長の久保内春先生もこれ同じあの研究をやってるんですね。で、昔それ見て私のお師匠さんである安藤孫恵先生が、まあ、この先生案でちょっと学会開こうって言ってね、やったことがあります。でもその下の方ちょっと見てください。で、食べるだけ食べさせたらどうなったか、食べ過ぎっていうのがあるんですけど、もう一つ運動不足だったんじゃないのと、ちょっとうがった見方なんですけど、あ、それもあるかなと。今のアメリカ国民そのものだと、この本はあのアメリカの先生が書いたわけですから、アメリカ人を対象にしてますから、日本人そこまで太ってないと思うんですけど、でも運動不足はあんま変わりないかもしれません。ここで食事では一番下3行ですね。食事では、まあ、全粒粉の穀物とかタンパク脂肪をバランスよく取りましょうと。で、低炭水化物ダイエットは減量はできると、でも脳には良くないと。炭糖類のように急激に増減しないから安定したエネルギーの供給をもたらすと、ちょっと警鐘を鳴らしていらっしゃいます。次のページ行きましょうね。で、こういうものは何を、なんでそうなのかと。これはトリプトファン。トリプトファンというものがあのアミノ酸の中でもですね、ものすごく少ないんです、トリプトファンというのは。で、この少ない中でも、これセロトリンに代わる物質なんですけど、こういうものに影響を与えるんだということを言われています。じゃあその下、脳の半分 50% は脂肪でできています。脳って油でできてるんですよね。栄養も油として取ってますけど、で、良質の油を取りましょうと。トランス脂肪酸とか、まあなんか変な動物性の油はちょっと害があります。で、魚に含まれるオメガ3系の脂肪酸っていうのはどうも良さそうだと、っていうことを言われてます。気分障害とか ADHD に、治療にも使われる。で、その下ですね、週に一度魚を食べる人は1年間の認知力の衰えが 10% 少ない。魚食べてる場合随分いいよと。フラミンガム心臓研究所で900人を9年間調べてみました。1週間に3回、これ魚じゃないですね、魚油を含む食品を食べていたっていうのは、前後の文章を見るとこれです。魚油を含む食品というのは DHA なんですね。 DHA のカプセルなんです、この先生は。まあ、それを商品名出せないからこう書いてあるんですけど、だ DHA 食べてた人は認知症になる確率がそうでない人の半分だったと、ということですから、最低週に3回、私は毎日食べます。週に3回が半分だったんだったら、そうならないためには最低倍ぐらい食った方がいいかな。ほぼ毎日食べてます。9番目ですね。じゃあどんな運動すればいいんだろう。で、どんな運動すればいいんだろうというところで出てきたのが、心拍数なんですね。あ、そうなんだ、心拍数だったんだと。血圧かなとかこういろいろ考える。心拍数っていうのは1分間にドキ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 、何回ドキドキするかなと。心拍数が問題、運動の方ではですね。60歳以上の人には例外なくほぼ毎日運動することを勧めたい。毎日運動してください。週に1回じゃダメです。20歳ぐらいの人だったら週に1回しっかり運動すると筋力維持するんですよ。皆さん無理です。皆さん週に1回でも無理。毎日です。
特に骨やなんかのこと考えるともう絶対毎日やった方がいいです。毎日やって悪くなるっていう人いないんですから。毎日やったら良くなる人ばっかりなんですから、毎日やってください。で心拍数使いましょうと。で基本は220から年齢を引いた数字、ちょっと自分の年齢ここに当てはめてくださいね。私が例を作ってます。70歳の場合、220から70引くと150ですね。皆さんの年齢220から皆さんの年齢引いてみてください。もう最大の心拍数どのくらいかっていうと、70歳の人でいくと1分間に150だ。通常静かにしていると60から70の間ぐらいですよね。だからドキ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 、このくらいが普通に打ってる1分間に1回ずつ。ところが最大心拍数っていうのはその倍打つわけですから、おー力とドキドキする、このぐらいは心臓がドキ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 するぐらいの運動っていうのが最大。これはもう喉から口の中から心臓がはみ出してくる、そんな運動まではしなくていいということですね。で次いきますよ。でこれが最大心拍数、1週間に4回最大心拍数の 60% から 65% で運動する、1週間に4回やるんですよ。ということは70歳の場合は、150回、最大心拍数が150回ですから、それの、6割とすると1分間に90回ぐらいドキ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 だ。普通がドキ1,2,3 ってこう打ってるのがゆっくりしてる時、それが 1.5 倍ぐらい入る。これは信号が赤になりそうだってね、ちょっと速いでちょ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 っていくぐらいの速さをある程度の距離やるとおっとこうなりますでしょ。そのぐらいのことを1週間に4回はやらなきゃダメよと。ウォーキングで OK なんですけど、ウォーキングの中でも軽い早歩きとかですね、ウォーキングの中で走れるんだったらランニングを少し入れる、で心拍数がドキ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 とするというのを感じてほしいんです。でそれに加えて週に2日少しペースを上げて、この最大心拍数から、70% ぐらい、さっきよりもうちょっとドキドキするぐらいの運動をしましょうと。だ週に4回ぐらいはランニングやったりピラティスやったり、外に出られないときは自宅でちょっと心臓がドキドキドキッとするような運動をやると、ランニングの機会があるんだったらそれに乗ってもいいんですけど、ちょっとメモリ上げて早歩きぐらいしないとドキドキしないでしょ。ですからこの計算をご自分の年齢に当てはめてしてやってみてくださいね。ちょっとドキドキするよと。で次10番ですね。今日これ14ページ作ってしまったんですよ。これ全部やったら2時半ぐらいかかると思いますから、残りは来週やろうかと思いますので、そのつもりでやりましょう。で今度は筋力バランス、それから柔軟性、週に2回はこれらの要素を満足するような運動をしましょう。ピラティスやヨガはバランスや柔軟性を高めます。これ僕が書いたんじゃないです。この本に書いてあるんです。ピラティスやヨガをやりましょうって書いてあるんですね。もうなかなかと。最近新しいものにはですね、ピラティスっていう言葉が出てきます。私がですね、皆さんにこの、ほら、こんな中にこう絵が出てくるじゃないですか。これパソコンのこんなものに絵がいっぱい入ってるのを買うんですよ。それで筋力トレーニングだから筋肉ムキムキの人がいいなって言ったら、それをこうピッと持ってきてペッとこう貼り付けるんですね。で最近も2つ3つ買いました。でその中にですね、ピラティス出てくるんですよ。ピラティスが出てくる。はあ、さすがにね、ちゃんとこういうのは先取ってるなと思いましたね。ずっと身軽でいるためにバランスと柔軟性は
重要ですと。これがないと有酸素運動や筋力トレーニングができなくなる、ね、で重要なのはこのピラティスやヨガでやるバランスと柔軟性なんです。僕はちょっと逆考えてます。筋力があればこういうのが OK かなと思ってたんですけど、バランスと柔軟性っていうのが先だったんですね。これはいろんな考え方あると思うんですけど、この先生はそういうふうに言ってます。で次のページいきますね。6ページ、でウォーキングやったりジョギングやったり、まあランニングで有酸素運動をやろうと。でこれ足りない分を週に2回ダンベルかトレーニングマシンで、無理のない重さで10回から15回をワンセットにして3回ぐらいやりましょうと、まあ、さっき言った心拍数が100コスぐらいですよね。ちょっとドキドキしますよっていうのをダンベル持ち上げてやりましょうと。で書いてあるんですけど、これは一般向けです。皆さんやったらダメです。これ真に受けて皆さんがですね、この絵のようにダンベル持ってこうやってみてください。ああ手が疲れた、手離してみてください。足に落ちて骨折しますからね保証の限りじゃありませんから、だからダンベルやめましょうね。危ないですから。でこのピラティスであれリフォーマーっていうのがあるんですけど、あれスプリングなんですよ。スプリングは手を離せばそのままビュンと戻るだけで骨折することはありませんから安全なんですね。あよく考えてるなと思ったのはこれですよね。同じ例えばこう持ち上げる、例えば下から上にこう持ち上げるっていうんでも、バーベルをこう持ち上げるのとスプリングみたいなのを下から上にこうやるのと、まあ、言ってみれば同じなんですよね。でもスプリングは途中でああきつくなったなと思ったらと緩めればいいんですよね。スプリングがビヨヨンって言って戻るだけで、バーベル持ち上げて熱きつくなったバッて手離したら足骨折するかもしれない。だからバーベルはちょっともうやめた方がいいかもしれません。11番頭の体操と学び続ける。これはですね、もう私の師匠さんっていうのは、まあ、浅見哲夫先生で、96歳までお元気で生きていらっしゃいました。でこの先生が、浅見哲夫先生がなんであれだけ晩年まで頭が、まあ、ちょこちょこっとこう間違えることあっても、もうこの人前であれだけお亡くなりになる前2ヶ月前まで立って、まあ、椅子にも座りますけど喋ってたんですね。息子さんに聞いたことがあるんですね。亡くなった時、なんで先生あんなに元気よかったんですかね、なんか秘策があるんですかね。あ、秘策はないんですよ。で1年間に3回清潔白研究会っていうのをやるわけですね。で私それをずっとお手伝いしてたんですけど、この研究会でお話をするためにもうその一心だけにもう勉強に勉強を重ねて、で健康に気を使って、でまたよし今月も大丈夫だって言ってお話しされてたってですね。だから常に学び続ける、で人に前に出てこうやってお話をするんだ、でこれだったんだって言われたんですね。あやっぱさすがだなと。でもう一人私のお師匠さんのある先生が、福岡市の中央区の梅公園に安藤内科っていう病院があって、そこの安藤孫栄っていう先生が、まあ、私の農業の、先生なんですね。でつい先日99歳で亡くなられました。でこの先生はですね、もう痩せっぽちで僕よりも痩せて体ちっちゃいんですよ。戦争に行けなかったんです。だからもう本当に虚弱体質ですよね。でずっと体調悪かったんですけど、まあだから養生してみんなの健康を気遣いながら治療をして、で自分の健康もなんとかやりながらって言って99歳まで生きたんですね。でこの先生もやっぱり一生懸命頭を使って常に新しいことにずっとこうチャレンジし続けて、もう私も随分お尻叩かれました。次はこれやろう、次はこれやろう、次はこれやろう、次はこれやろう。もうね、毎年なんかイベント組まなきゃいけないですね。でそれをずっとやり続けて99歳ですから、まあお手本のある先生がいるわけですから。でこの頭の体操、学び続けることがいかに必要なのかって、この先生は中道女シスター・バーナデットっていう人は、修道女、尼さんですよね、日本に言うと。
で、この修道女っていうのはもう常に人のことを考えて前向きにいろんなお勉強をしててずっと死ぬまで、まあ、いわゆる神に仕えるということでおやりになるんでしょうね。やってたんですね。で、この人は晩年まで認知力テストで上位であった。素晴らしい。亡くなった後にその脳を調べてみると、ここの修道院はですね、この先生に亡くなった後に脳を提供する、そういう取り決めになっているそうなんですよ。だから私たちの脳を解剖して後見てくださいって調べてみたんです。そうするとアルツハイマー病のせいで、大半の脳がボロボロであった。海馬から大脳質に至るまで組織はアミロイド斑、アミロイドベータ、今言われてますよね。で、あれだらけで甚だしい、まあ変化というかもう悪くなってしまってた。ところがこの認知力テストでは上位だったということですよね。で、これを研究していたスノードンという先生は、認知力には予備の部分があるのではないかと。だ、そのアミロイドベータでダメになっても、それの代わりをする、肩代わりをする脳がちゃんと、準備されてるんではないかなと。問題はその脳を使うかどうか、訓練するかどうかではなかろうかというふうに言ってるんですね。今ではこのアミロイドベータっていうのが諸悪の根源みたいに言われてますけど、それはもうそうで、それがなければ一番いいんだと思うんですね。あっても学び続ければ違う結果が出てくると。12番目、体も脳も運動を待ってますよと。まあここまで、ここ何ヶ月か運動のお話と治療のお話してきましたけど、やらない理由はないんですよね。やらないっていう理由はないです。今日いらっしゃった、午前中いらっしゃった患者さんはリウマチの患者さんです。歩けないんです。裸足では歩けないんですよ。裸足で歩くと足の裏の骨が地面に当たって痛いんですよ。でも運動しなければ。今運動しなければ10年経ってもう見えてるわけですよ。だって自分が行ってる病院と同じところに自分より10年も15年も人生先行ってる人たちがいるわけですよね。で、どんなことになってるかっていうのは見えてるわけですね。で、痛くて歩けなくなってで細ってきて、リウマチで歩けないっていうのも一つあるんですけど、もう一つは筋力が落ちて歩けなくなってる。で、車椅子になってる。これがあるわけですね。で、例のお話をしたわけですね。今痛い、痛くて歩けない、でも痛いけども歩ける、どっちがいいですか。そりゃ痛くても歩けた方がいい。じゃあ痛いの我慢してでも歩きましょう、ね、頑張りましょう。でそういうお話したんですね。今ちょっとピラティスやってるんですけど、昨日腰痛が出て、ちょっと自分でいろいろやってたら腰が痛くなってしまったから、昨日電話かかってきた。で、今日治療してください。分かりました。で、ピラティスとか例えばなんか走って痛めたっていうのは大概は筋肉痛です。だいたい2日ぐらい置いとくと、ほったらかして何もしなくて置いとくとだいたい良くなっていきます。で、ピラティスやったからかなっていうふうに考えてらっしゃるんです。いや、それはピラティスやってからじゃないんですか。今まで使ってもいない筋肉を使うと筋肉痛が起きますから。ピラティスっていう皆さんの全身の筋肉を使おうとする運動ですから、使ってない筋肉を新たに使うわけですから、筋肉痛が起こるのは当たり前なんです。で、あんまり筋肉痛が起こりたくないから僕水素一生懸命飲んでピラティスやってたわけなんですけど、で、あ、筋肉痛かもしれないって、まあ、おいでになってどうですかって、いやところが昨日から今日でもうだいぶ良くなったんですって言われるんですね。で、あ、それはもう筋肉痛ですから、新しい運動やったらそういうことが起こります。で、僕も裸足でこうランニングをやってるわけですけど、その裸足でランニングをやり始めた時っていうのは、そうですね、 500m とか走っただけで翌日から2日間歩けなくなりました。それぐらい靴を履いている状態と裸足っていうのは、裸足はすごく使う筋肉が違うんですね。それで 500m 走ったらもう翌日は使ってなかった筋肉を使ったもんですから、もう足がつけない。
その状態はもう2日置いとけば大丈夫だ。で、まあ2日ぐらい置いて、うん、いや本当に言われるようにだいぶ大丈夫になってきたんです。じゃあやってみましょう。で、腰をこう前に上げる。で、後ろに反らす。あ、なんか昨日よりいいみたい。まあそれでしょ。横にこう倒す。こっちに倒す。どうです。お、昨日よりいいです。あ、やっぱこれ筋肉痛なんですね。ちょっとやりすぎたんじゃないですか。いや、もう言われたのをね、もう宿題頑張らなきゃと思ってやりすぎました。じゃあね、今度は回転。これで大丈夫。あ、痛い痛い痛い。右に回すのだけが痛いって言われたんですね。あ、それはじゃあ筋肉痛じゃないかもしれない。で、見てみましょうって言って、で、一番最初に見るのが、その人が今までに手術をしてないかどうかなんですね。で、そのリウマチの患者さんは今から十何年か20年ぐらい前に、腰のヘルニアの手術をされてるんです。で、その傷が一つ。で、もう一つは右のお腹の盲腸の手術。この二つされてるんですね。で、まず、腰の、ヘルニアの手術。お腹を壁につけて棒で腰をこうやって押さえると、4箇所にその手術のところに4箇所痛みがあった。でもそのまんま立っててもらってパラネクトピョッ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 4枚貼ったんですね。で、この動きは何かっていうと回転系の動きですから、回転系っていうのは正中線、体の真ん中がこうくるくるっと回ってることですよね。で、これの治療っていうのは100円です。回転系の動きっていうのを使用するの100ですね。ということで最初に調べなきゃいけないのは、体の真ん中、背骨、お腹の真ん中、まあ、肛門まで含めて真ん中にトラブルがないかどうかなんですね。で、背骨のちょうど腰のところにその痛みがありました。で、それ治療するとこう右にこうやるのがですね、半分ぐらい良くなったんですね。まあ、残念ながら昔やった手術が腰痛の原因になってたっていうことですね。で、もう一つ盲腸の傷跡の、ところもまたこうやって今度は背中をついてもらってお腹側を僕はこうやって押さえてみた。これもまた、3箇所、これは傷にポンポンポンと3箇所痛みがあったんですね。で、それもまたこれを、ペッペッペッと貼って動かしてもらった。もう全部痛み取れました。結局、新たな運動をやったための筋肉痛、これは皆さんが今からピラティスやったら必ずそれは起こります。逆に言うと筋肉痛するためにやってるようなもんです。ただ青柳先生優しいから今日はこのくらいっていうふうな感じで筋肉痛が出るちょっと手前ぐらいでやめてくれると思うんですけど、私は帰ってきてまた同じことやるんですね。すると筋肉痛すごく起こしてしまうこともありました。随分反省しております。で、そのためにピラティスっていうのは同じ動きっていうのをまあ 4,5 回やったらすぐ次の動きになるんです。最初なんでこんな短期なのかなと思ったんですね。こうやってる人たちがこんなコロコロ変えずにね、これならこれでやればいいのにと思ったんですけど、それはそういうこの始めたての人やなんかの、まあ無意味な筋肉痛を起こさないためかな、それも一つあるんじゃないかなと思いました。それはいろんなところの筋肉使うっていうのにも共通してるんじゃないかと思うんですけどね。それでその盲腸の治療っていうのは、右足の足の親指の F1 と F6 これですよね。で、背骨の真ん中手術したっていうのはこの頭のてっぺんの100円で、これを整形しなくします。で、立ってもらってこうやって動いてもらうと全く痛みなくなったんですね。で、次はリウマチの患者さんですから手足の薬指を整形しなくしました。そうすると足をついた時の痛みが軽くなった。これ足をついた時の痛みっていうのは足首から足の裏からのリウマチの症状ですから、それを少し抑えることができた。そういう段取りで治療しました。次は7ページいきましょうね。で、その患者さんが十何年か前に、背骨のヘルニアの手術をしたときに1ヶ月間コルセットをしたそうです。で、どうなったかっていうと、コルセットを外した途端にですね、だん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 前かがみになっていくんです。たった1ヶ月その十何年も前ですから、まあ、40そこそこの人がですね、1ヶ月コルセットしただけでもう腰の筋肉が落ちてしまってるんですね。でもニュ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 ってこうなって、で病院でも極力コルセットはしないでください、
腰の筋肉なくなってしまいますから、ダメですよ言われてたんですけど、やっぱこのコルセットをすると楽なもんですから、どうしてもやってた。で、僕はそのコルセットはダメですよねという話をしたんですけど、その話を、する前にやってたのが、その足の裏が痛いから履いてる靴の話から始まったんですね。で、その方はもうしょうがないんです。もう足の裏が痛いからもう靴の中にですね、中敷きを2枚ぐらい入れてます。これはもう特例です。じゃないと歩けないんです。で、ご自宅ではどうしてるかっていうと、私があのサンダル作ってもらって、で、そのサンダルにですね、私があの昔着てたウエットスーツをそのサンダルの形にジョキジョキジョキっと切って、で、それをボンドで貼り付けてあげた。そうすると家の中でものすごく調子よく歩くことができるようになったんですね。で、じゃあそれでいいかというとそうじゃないんですね。やっぱり痛みが出ないような工夫をして足は鍛えなきゃいけないですね。で、靴を履いているっていうことは、これはギブスをしているのと同じなんです。それは私が裸足で走ってみて体感できたことなんですね。裸足で走ると激痛の筋肉痛が起こる。これは使ってない筋肉を使った時の筋肉痛なんです。ということは、皆さん靴を履いて毎日ずっと歩いてると、使わない筋肉が足の中にですね、いっぱいできてる。で、うちの奥さんに、もうね、歩けないんですよ。裸足で走った後はですね、翌日。もう上からこの治療室に降りてきて、歩こうとしてもですね、もうロボットみたいですよ、こうやって。しょうがないから、うちの、ちょっと歩けど、もう足を揉んでくれと言うんですよね。で、揉むと少し良くなるから、あ、まあまあいいや、これで行こうと。で、1日目、2日目になると、ああ、もう普通になって。それでね、半年ぐらいした時ですよ。うちの奥さんがね、あ、裸足で走って半年したらどうなると思います？裸足で半年走ったらね、ほとんどどこ走ってもそんなに痛くないようになってくる。まあ1年走ったらですね、ここから大濠公園行って帰ってきて10キロぐらい、アスファルトの歩道やなんかずっと走ってくるでしょ。まあほとんど普通に帰ってきます。怪我もしてない。へーって、どういう足の裏だと思います？僕の足の裏。そう。ね、岩よりも硬く、ガラス瓶なんか踏み割ってしまって、ね、時々ストッキングがこうやってよくサボテンにストッキングかぶせるような絵があるでしょ。もうバリバリのかかとになって、もうね、どこでも何でも来いみたいななると思ったんですよ。全くそんなことない。うちの奥さんが言ったのは、猫の肉球ってこう押さえるとプワプワプニャプニャして気持ちがいいでしょ。猫の肉球のおもちゃっていうのがあるぐらいですから、あれ触るの好きな人いると思うんです。僕も猫とか犬とか見つけるとこう足の裏の肉球を触るの大好きなんですね。あれです。しかもですね、今まで使ったことない筋肉を使い出したもんだから、足の肉がこう分厚くなってるんですね。だからこう触ると気持ちいいんですよ。触ってる方がふわふわして、だから足が柔らかくなったっていうんですよ。裸足で走って筋肉がつくとそういうふうになる。で、これ最近聞いた話なんですけど、アフリカあたりで裸足で走ってる原住民の人たちの足の裏っていうのはてっきり硬いと思ったんですけど、柔らかいんですね。それはもちろん硬い石の上でずっと生活してる原住民の人がいれば硬くなってるかもしれませんけど、アフリカの何千年もあそこで住んでる人たちっていうのは土の上ですから、皆さんが同じところずっと歩いてて石が出てたらどうしますか？拾ってポイってこう関係ないとこ捨てるでしょ。そうすると土のきれいな道になってるわけですよね。で、そこを裸足でずっと走ってると筋肉がしっかりついて足の裏柔らかくって触ると気持ちがいいような足になってるんですね。で、僕は年間おそらく何百人とかいう人の足をずっと触りますので、皆さんの足の筋肉のつき方っていうのはもうおそらく鍼灸師の中でも鍼灸師1000人呼んできてももう分かる方だと思います。もう足の清潔白をやらないことはまずないですから。ということは足を皆さん触ってます。
でそのリウマチの患者さんの足はですねぺったんこなんですよ。もうぺちゃんこになってるんですね。筋肉がついてないんです。でヨーロッパの人の足っていうのは、日本人に比べてもうシューッとぺちゃんこなんですよ。でなんでこんな足になってるのかなって僕も不思議でならなかったんですけど、これはもう生活様式が非常に関わってますね。で日本人っていうのはですね、もう生まれてからずっと子供の頃、皆さんが特に子供の頃っていうのはまず裸足だったと思います。まあお金持ちのところは別ですよ。で放たれてるガキはですね、もう 99% 裸足でその辺走ってました。私もそうです。でまあ靴履いてても学校に行って運動場走る時はもうもったいないからもったいないの精神ありますから、もう靴はこっち置いといて、で裸足でこうグラウンド走ってるわけですね。その方が気持ちがいいしですね、あまあずっとそんなことやってたわけですね。じゃあヨーロッパの人はどうなのか、皆さんお孫さんが生まれた時にファーストシューズっていうのをその孫にプレゼントしたっていう人います？日本じゃまだ根付いてないですね。よかったよかった。ヨーロッパでは、赤ちゃんが生まれるとそのおばあちゃんがだいたいファーストシューズを送るんですよ。その子の一番最初の靴を送ったっていうのは、まあ記念ですよね。この子を私はそれだけ見てるんだと、後見人みたいな意味なんですね。ということは生まれてもうその頃に革靴ですよ。おそらく数万円するぐらいの革靴です。こんなちっちゃな、それを送る習慣があるわけですから、もう生まれたらすぐ靴履かせて、もう幼稚園小学校でずっと靴履いて、皆さんご自宅帰られたらどうします？靴脱いでるでしょ。でもヨーロッパの人って寝るまで履き続けてるんですよ。だから靴はずっと保護されっぱなし。だからあんな筋肉がついてるぺったんこの足になってるんじゃないかなというふうに思います。日本人はまだ恵まれてますよね。あのアメリカの人で、裸足で生活してる人がいるんですね。何人もいます。でその中にこの間あのなんであなたは日本へだったか、なんであなたは日本へっていう番組あるでしょ。あれで、ネクタイしてスーツで裸足で着てるアメリカの人がいたんですね。でそのなんであなたは日本に来てっていう前に、そのなんで裸足なんですかと聞いたんですね。いや日本は裸足で生活ができる国だから日本を目指してきましたっていうんですね。憧れです。そうでしょ、皆さんご自宅帰られたらこれから暑くなったらもうほとんど全員裸足じゃないですかね。まあスリッパ履く人もいるかもしれませんけど、でそれ見た外国人はおお日本ジャパニーズ裸足文化みたいな感じ で日本に来てパッと見たら街中で全員靴履いてた、で裸足だったのは自分だけだったっていう話なんですね。でもそのぐらい裸足の方がまあいいわけなんですね。まあ一番目、脳卒中後の膝のギブス、左足が動きが悪くて膝にギブスをしました。歩けるようになりました。3ヶ月経ちました。筋肉が落ちてギブスなしで歩けなくなった。そんなにでも毒が悪いという人じゃなかったんですよ。でもその間あともうその年内に亡くなりました。もうギブスなしではですね立ち上がれなくなったんですね。でギブスなしでは立ち上がれないと、もう言ってみれば座りっぱなしの生活になったんです。でそれからダダダダダって体調悪くなって、で僕が聞いた時にはもう亡くなりました。あんな元気だったのにね。まあそういうことです。で2番目、腰の曲がった人のコルセット。あのコルセットしてくる人はものすごくたくさんいるんですね。で必要もないのにコルセットしてる人ってたくさんいます。もうやめた方がいいです。そのうちコルセットがなければ動けなくなります。そうなった時には筋肉がどんどん落ちます。で今からでもいいからご自宅帰られておじいちゃんおばあちゃんにいてコルセットしてたらとにかく外して生活しようと、そこから始まります。で次のページいきますね。8ページですね。で今3番目、お話ししましたように靴はギブスです。体にとってギブスと同じですから、この靴を履いてるから歩けてるということは、
その靴が足の代わりにやってることがいっぱいあるんですね。だから靴を履いてると足をどんどん弱めていきます。極力靴を脱いで生活するように心がけないと、もう足はどんどん衰えて、皆さんが生活のレベルを晩年落とすのは何か手じゃないんですよ。今日のリウマチの患者さんも右の手首が痛くてもうちょっと辛いんです。じゃあ右の手首とか手首と足首とどっちが大切かっていうと、もう足首ですよね。手は万が一手の手首がちょっと辛いなっていう状態になっても誰かが解除してあげることはできるんですよ。足は大変です。ちょっと手助けしたぐらいじゃ解除になりませんから、もう車椅子生活になってどんどんその人の生活の質がどんどん落ちていきます。うちのお袋にも言ったもんですよ。転んで骨折するんだったら手にしよう、手骨折して足が助かるんだったら手骨折した方がいい。これはね、2、3回骨折すると分かります。うちのお袋はもう切実と、もうあの腰のコルセットのギブスに入ってね、3ヶ月も寝たくないね。でそれだったらあのシルバーカー王座うん、ボス2つ買ってちょうだいってね、外用とうちの中用と2つやる。で転ぶ時は手首、もう合言葉ですよ毎日本当ですよ。もうね、介護する人間になってみてください。もううちの親父とおふくろ7年以上やってましたからね、もう一緒に同居して、もう骨折した後は、ね、もう大変ですから。でおじいちゃんこっち入院して、おばあちゃんこっち入院しててみてください。もう私仕事こっちこっち帰ってきて、仕事こっちこっちとか、もうね自分の時間本当なくなりますから本当に。まあとにかくね、皆さんもね足大切にしてください。そのためにはよく鍛えておいてくださいね。私が7万円出して、足の勉強をしに行きました。その時の教科書に表紙に書いてあったのはこの言葉、靴を履くようになって足の医療が必要になった。靴を履く前には足に対する医療は必要がなかった。足が靴を悪くした、とその靴屋さんが出してるテキストに書いてあるんですよあ、これで7万円だと、これのこの一言で7万円の価値があると僕は思います。もう習ってることっていうのはもう私にとって、あそうだろうなそうだろうなそうだろうな、靴なんか履かない方がいい、靴の医療なんかいらない、裸足で生活すればいい、もうそれの繰り返しでした。ずっとそこ一日いる間中ずっと、でこの人たち何勉強してるんだ、もう裸足になればこれも解消できる、これも解消できる、これも裸足になればいい、これも裸足で生活すればいい、答えは全部裸足でした。だから靴を履かせることを前提にしてるんですよね。だって靴屋さんが主催してるんですから。で履いた人が靴のために病気になるんですね、足の病気で。それをどうやって治療しようか、なんかね自分で病人作って自分で治してる、なんかどっかにそういう構図ないですか。あるでしょ、ね、病人作っとって薬出して自分で儲かってってね、2倍儲かるみたいな話ですよ。そこでその先生がな、あの坊主かなんかだったらね、丸儲けですよね。で自分で最後チーンってやってね、お布施もらってりゃいいんですからね。ほら素晴らしいですよね。4番目、ムチ打ち症で見なくなった、最近見なくなった首をから、昔いたでしょ、20年ぐらい前、ここからどっか行く途中に一人ぐらいこう首にこうやって巻いてる人がいたんですね。覚えてるでしょ、いたでしょ、なんで今いないんですかこんな固定なんかするの間違えてるんですよ。まあやっていいのは、まあなんかやって1週間いないぐらいのもんですよ。あんな1ヶ月もしてる、こんなことやってたらもう首の筋肉おかしくなってしまいますよ。5番目、お見舞いは毎日来てください、看護師さんに言われるんですよ。毎日来ないと、白いカーテンと天井ばっかり見てるとどんな人でもおかしくなります。それがまだ外に出てこう歩けるような病気だったらまだいいですよ。まだね、1階に降りてってその売店のおばちゃんと話したりできますからね。例えば大腿骨の骨折かなんかして寝たきりになってこうせじーっとしてると、だんだん天井のシミがなんか違うものに見えてきて、
聞こえないはずの声がこう聞こえるようになってきて、でお見舞いに来た息子があなた誰ですかってこういうようになるわけですよね。もう皆さんそうなってもおかしくないですよ。ああね、毎日見舞いに来てくださいと言われるんですね。6番目、ラガーマンのアトピー。もうね、いるんですよね。あのデスクワークになって動かなくなったらこんな病気が出ました。それは病気じゃない、運動不足なだけです。ラグビーやって全日本出てました。今アトピーで体全身真っ赤っかで薬いくら塗っても治りません。病気じゃないです、アトピーは。もう一回あの練習戻ってください。1ヶ月したら治りました。はい、9ページいきます。ちょっと治療やってましてですね、心臓の患者さんがバカバカバッと増えたもんですから、心臓のちょっとお話しとこうかなっていうのは先月の話で、まあ、今月はもう少しはいいかもしれませんけど、まあ、いらっしゃるかもしれませんのでやろうと思ったんです。ここ 2,3 日で大阪大学の沢教授っていうのがiPS 細胞を使って心筋細胞を作る、それを心臓にペタペタ貼ると心臓の能力が蘇った、ね、皆さんそれテレビ見られてどう思いました？あら、いいですよね。もう心臓移植しかない、人工心臓しかないって言われてたのは、そうやって良くならいいなと、みんなそう思われるでしょ。僕はね、世の中結構斜めから見てますから、僕はね、あの教授がなんで心臓の研究したんだろうと考えてたんですよ。いろんな研究する分野があるのに、なんであの沢教授が心臓の研究したんだろう、そればっかり考えてます。あの体型見るとなんか心臓弱そうな気がしたんですよね。覚えてらっしゃいます？今朝見られました？心筋細胞の見てないです？今日ぐらいまではやってると思います。あの沢教授見るとちょっと小太りで、なんか首が太くってでっぷり系で、もしかすると心臓弱いんじゃないのかな。自分が弱ければ他人事じゃありませんから、必死になって俺が生きてる間になんとかこれ成功させようという気になるんですよね。私、素晴らしい治療家は病人だと思ってます。私が出会った素晴らしい治療家っていうのは 100% 全員体調が、体は弱い病人なんですよ。なぜかというとですね、自分のこの病気をなんとか俺生きてるうちに治す方法を見つけたい、その一心で研究する。ただ他人事じゃないんです。患者さんなんか早くどうでついでに治療してるようなもんです。私が DHE 作ったのがそういうもんです。もう他人事じゃないです。親二人とも脳卒中で死んでごらんなさい。何研究します？もう脳卒中でしょ。一番いいのはこれだ、分かってるからもうこれ研究するわけですよね。あの沢教授、心臓が弱いんじゃないかなと思うんですよね。じゃあ皆さん、なんで iPS 細胞を開発した野中伸也教授がいるでしょ、あの先生はなんで心臓のその研究しなかったんですか。あの先生がやってもいいはずでしょ。あの先生はね、おそらく心臓とか意外と丈夫なんです。健康にね、すごく気を使ってる人なんです。ご存知です？この間の別大マラソン出たのだってあれだけ研究してる人がやってることっていうのは、で特にあの先生は相当やっぱり臨床もこう見てる感じですから、自分が何をやったら一番いいかっていうのを患者さんを見て学習してるんですね。運動以外ないと思ってるんですね。だから別大マラソン 42.195 キロを走ってるんですよ。あれ突然走れる人いませんから、毎日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 トレーニングしてるんです。だから沢教授の体型っていうのを見たら運動してるとは思えないです。でも天中教授の兄弟のあの先生の体見てください。あれはスポーツマンで今でもやってる体ですよ。その違いです。まあ皆さんどっちがいいかっていうのは自分今日の夕方のニュース見て、心筋細胞のところの沢教授の体よく見てください。自分はどっちを目指すのか。
ただそれだけです。でこういう場合はですね、患者さんの親の病気尋ねます。皆さんも体調悪くなったなっていう時に、自分の親どうだったかって思い出してください。自分の親が心臓が良かったんだったら心臓かな、自分の親が胃だったら胃かな、そのくらいは考えてもらった方がいいですね。なぜか、半分ぐらいは遺伝的な要素が強いですから。自分の親が何だろう、私の親両方とも脳卒中で死にました、あなた何で死にますか、確率として脳卒中が高いと。でなんで脳卒中でもしかしたら死なないか、それはね、反面教師で親のやってることを見習って、親はああやってこう死んだから、じゃあ俺はこうしようとしたから、なんとかそうじゃなかった。でも何かで死にます。何かで死ぬ時どうやって死んだらいいかな、で皆さん考えるのがピンピンコロリでパッタリ死んだらいいと。でその時に、あ、お袋の死に方がいいっていうふうになるわけですね。で親の病気を、考えていく。私は治療するときに必ず患者さんの親、お元気ですか、お元気でしたら病気はなんかないですか、亡くなられたんだったら晩年のご病気と亡くなった死因は何ですか、これを必ず尋ねます。それがあなたの未来ですから、まあ損はないと思います。答えがちゃんと分かってるわけです。2番目、左側の症状。左の肩、左の脇、左の背中、左腕、左手、こういうところに痛みとかしびれとかあります。左側の重視というと心臓と、もう一つは膵臓です。でこの膵臓はだいたい食後に現れるのがだいたい膵臓の症状です。左の背中が痛い、左の腰、左の肩が凝った感じがする、左のお尻がなんかズンとして痛い、こういうのは全部膵臓の症状。でもこれはだいたい食後です。で、そういう時には膵臓の治療、左足の F6 ですよね。と F1 の清潔試薬をします。もう一つはですね、左肩で左目の眼精疲労。これも左肩のこりをやることがありますけど、まあ、そんなのをバッ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 と外して、で親も心臓弱かったっていうのを考えて、最近階段登ったら息切れするな、こうなると心臓の治療をまずやった方がいいですね。そうすると左肩のこりとか左の頭の痛いのが取れる場合があります。でこれは深呼吸をした後に H3 の清潔試薬をします。で H3 の清潔試薬をするとスーッと空気がたくさん入るようになります。そうすると、目がスキッと見えるようになったりします。頭が軽くなった感じになります。おそらく心臓の調子がうまくいってるんだろうなと。で今日のその iPS 細胞の心筋細胞のこれなんですけど、レントゲンでこう見てると、あれ MRI かでやってると、ふにゃふにゃしか動いてないのがギュッギュッと動くようになるんですね。であれはね、僕ね、どうも血圧だけじゃないと思うんです。単純に血圧だけで評価できる問題じゃないと思うんですね。それをもう今言えと血圧がこうちゃんとこう安定したっていうんですけど、心筋の強さってはそれだけじゃない。まあ今、医療が血圧やなんかで測ってますけど、そのうち別の測り方が出てくると思います。心筋の健康度合いの強さっていうのが別にあるように思います。だ同じ血圧でもその力強さ、生命力みたいな感じでしょうね、がついた心臓と生命力のない弱ってる心臓っていうのは、同じ血圧でも、出してる血液の感じが違ってくるように僕は思います。3番目ですね、息切れ動悸不整脈の高血圧。心臓の病気を早期発見するには、患者さんの自身の体感、階段登る、荷物を持って上がる、それからドキドキするとか不整脈、時々こうダンとこう止まる不整脈、こんなのがありますね。で次のページ、10ページで、浅見先生は、聴診器でこうやったりとか心電図見たりとか、するよりも患者さんの体調の変化を聞く方が早期発見になると言われます。
でこれは、深呼吸をして胸に空気が入るのか水落ちなのか、お腹に入るのか、これを調べてみてください。でそれで H3 の清潔治療をすると。4番目、夜中の息苦しさがないですか、夜中なんか息苦しくって、起きることはないですかと、こういうふうに聞いて、ああそういえば夜中息苦しいっていう人がいればいいんで、それはもう心臓の弱りがあります。でそうじゃなくて、悪い夢を見ますというのがそういうことなんですよ。布団が重たく感じるんです。重たい布団、何を感じるかっていうと、なんか悪いのがこうやって上から乗っかってるのに、悪い夢見るんです。そういう人は、そういう人はですね、布団を天井の四隅から吊り下げてほしいと、そのくらいその布団が重たいって感じるんですね。でこう心臓の治療して体調良くなってくると、布団が軽くなって夜の寝方が楽になる、悪い夢を見なくなりましたというふうに言われます。だから皆さんが、悪い夢見てるとか、おじいちゃんおばあちゃんで最近悪い夢見てねっていうと、大体その心臓の治療した方がいい、悪い夢っていうのはですね。5番目、心臓の交感神経の症状と副交感神経の症状。心臓はですね、交感神経の症状っていうのは H3 の清潔治療をして H6F4 の清潔治療をします。ところが心臓も副交感神経の症状っていうのがあります。でこれはですね、動脈硬化も起こしてないのに狭心症を起こすんです。病院に行くと狭心症を起こしてるっていうと、てっきり動脈硬化を起こしてるんだなと思って、レントゲン写真とか撮ったりするんですけど、ないんですね。それは副交感神経で異常興奮して冠動脈、心臓に血管を送ってる冠動脈がガガガガッと痙攣して血液を送らなくする、そういうことが起こるんですね。これもですね、日頃からちょっと運動させるとこの状態が改善します。で、11ページいきましょうかね。あれ、渡辺さん、時計戻しました？あの時計を大塚さんに、うん、あ、見ました、戻してる。大塚さん、時計ちょっと持ってきてください。6番目、どちらを下にして寝るかっていうのがあります。患者さんに、夜寝るときにどっちを下にして寝ますかって言ったときに、右を下にしていますって言って寝る人がいます。でこれは左を下にして寝るのが辛いんです。だから右を下にして寝てるんです。左を下にして寝ると、この場合いろいろあります。左を下にして寝ると、おっぱいの止め方が悪かった、いやいや、もう20年も30年も前、そうなんです、20年も30年も前に止めたおっぱいの止め方が悪かった。そうすると左のこの肋骨のところが辛いです。だから左を下にして寝たくない。前に乳がんの手術をしてここに痛みが残ってるっていう人いました。これもここにハビパッチを貼ったらどっちに寝ても良くなりました。あ、おっぱいがあるでしょ、それ脇の真下にこう手を持っていって、皆さん女性の方、男はいいです、女の人だけこうやっておっぱいの、あ、昔おっぱいがあったとこ、今じゃないですよそこに手を持ってって脇の下、肋骨と肋骨の間のところに自分の指をギューッと押し込んでください。一つ二つ三つぐらいこう押し込んでみます。もし痛みがあればそういうことです。ここはね、結構そのおっぱいのトラブルの、あ、左側です、出てくるところです。それからですね、膵臓が弱い場合にも、左側を下側にしても辛いです。で左肩悪くしてもやっぱ出ます。でもそういうのがないっていう場合は、心臓が弱ってる場合は左をこう下にするとなんか苦しいんです。だからすぐ右をこうなりたいんですよね。それから上向いて寝る、上向いて寝るからいいかっていうとそうでもないんですね。左にして寝たくないからまっすぐ寝てるっていう場合もありますから、それは左を下にしてこうやって 寝てもらってみてください。なんか辛いな、息苦しいとか言うと心臓です。7番目、水落ちに出る辛さと、心臓の症状はこの水落ち、あの胃の症状もあるんですけど、心臓の症状もここに出てくることがあります。胃というのはですね、全てのいろんな意識を表しますので、
命用っていうのは重要になってくるんですけど、心臓もここに出てきます。で8番目ですね。で8番目がこの時計です。最近ね、時計すごいんですよ。僕も見なかったけど、この時計こういう、まあここボタンをポンポンとこう押すとですね、これは内容がこう変わっていくんですよ。ちょっと見えないかもしれませんけど、でこのハートマークのところをちょっと押しとくと、そうすると自分の今の血圧を測ってくる、自動的に。アバウトですよ、そんな正確じゃないですからね。でこれ5000円ですから、もっと正確じゃないです。皆さん買うんだったら1万円ぐらいの買ってください。まあ、1万5000円でもいいです。もうちょっと正確です。昔考えてください、血圧測るのに24時間なんかこうホルスター背負ってとか言ってたわけです。今はまあもうちょっとすれば本当にこういうもので十分測れるようになってくると思います。あ、それからですね、いやでも測ってもわからないじゃないと思うんですけど、この測ったものを Bluetooth っていうシステムがあります。自分が持ってるスマホに全部データを送ってくれる。私の24時間の血圧がザーッと出てくるんですよ。寝てる間はこのくらい、起きて運動した時はこのくらい、ピラティスした時はこのくらい、時間でザーッと全部出てきます。で、あ、これどこに置いたかなってわからなくなるでしょ。そしたらですね、携帯でペッペッペッポンと押したら、これがブッブッブッって教えてくれます。まだいいんですよ、こういうちっちゃいのね、わからなくなる。携帯電話もどこに置いたか分からなくなるっていうのはあれだ。それはこれです。いやいや、その時はこれを押しましてですね、でこの携帯電話を探すというところがあるんです。これなんです。この携帯電話を探すというところをちょっと強く押しておくとですね、そうするとこれが携帯電話を探すと、で10メーター範囲ぐらいでこの携帯電話をピロリロンバーンブーとか言って教えてくれる。ね、便利になったもんですよね。長生きはするもんだと。便利ですよね。でも高いの買わないと、あの時々あのパッと来るんですよ。5000円ぐらいだと。もうちょっと高いの買えばよかったかなと思いますね。次のページ行きましょうかね。腎臓の腰痛。これもね、腎臓が原因する腰痛がいっぱいあったから、やろうかと思ったんですけど、もう時間なくなってきましたから、番号だけ読んでいきます。1番、尿管結石の腰痛、ね、尿管通るときにおしっこのところに、管に石が溜まると痛みが出ます。親の病気聞いてください。親の病気で親がその尿管結石で、痛い思いをしたって言うんだったら、ご自分も考えてくださいね。で尿管、腎臓の診断として、椅子に座って腰をトン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 叩いてみます。から4番目、腎臓、尿管はおへその斜め上にありますから、これ来月しっかりやりますので、ここを押さえて調べます。それから体を前後左右回転を動かして、腰の痛みが出るかと。で、F3 足の小指の清潔視力をやろう。13ページ。もしかすると今日来た人の中でこれが目的だという人もいるのかもしれません。ヒップアップと。ね、こうヒップアップをするのに一番ダメなのはガードル履いて、あの上がったような尻に見せかけてるのが一番ダメです。あれをやるとですね、そこに筋肉つけようとしませんから、最もヒップアップさせない方法が、あのガードルで、いわゆるコルセット一緒ですから、ギュッと持ち上げてるってのは一番ダメです。あんなことしてですね、脱いだ後にあのまんまであるはずがない。必ず重力の法則に従って落ちてしまいます。あのお尻の中に脂肪ばっかりになってしまった人はもう落ちることが決まってるんです。このお尻の中に筋肉が蓄えられた人はお尻がこうやって持ち上がっていくんです。問題はここの中にある筋肉なんです。あのお高いヒップアップなんとかガードルなんか買わなくていいですよ。だからあのなんかこう寄せてあげるような、今結構何枚もするのがありますよね。
あんなんやったってね、そら旦那は騙せても私の好みはですね騙せませんからね。もうあんなもんやったって何にも得になりません。かえってマイナスになるばっかりです。どんどん内臓下垂を起こします。お尻から腰からあんなもんで締め付けてると中はどうなってるかって力抜いてしまいますから、筋肉はどん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 落ちてしまう。コルセットをして1ヶ月生活したら腰が立たなくなるって言ったでしょ。あれと同じことを皆さんは高い金出してやってるんです。逆効果もいいところです。もうすぐに外した方がいいです。というのがこの1番に書いてあります。筋肉をつけるのは何歳になっても可能。それは違いますよ。それはね、こんだけ上がるかこんだけ上がるかは違いますよ。でもね、今のこのお尻がこうなってしまうのかちょっとこうなるのか、それは違います。それは随分違う。私のお尻でも違うぐらいですから、皆さんのお尻の方がもっと違うと思います。私この間言いましたけど、床に仰向けに寝れなかった。もうましてですね、床に寝ててこのピラティスでロールアップって起き上がる、もう骨がねゴリゴリ打って、もう痛くて痛くて、もう根本さえできなかった。今できるんです。もうどういうことをするかっていうと、かかとをしっかり合わせるんです。まずかかとを合わせる。あゆみ先生、後でちょっとやってみてくださいね僕やったって失敗するから。かかとを合わせて内股をギュッと寄せて、でいわゆるお尻をギュッと寄せるんですよね。でそれでロールアップすると痛くないんですよ。でなんでそれができるようになったかというと、お尻の筋肉がついてきた、ね、遅くない。皆さん、私よりお尻にちゃんと脂肪がついてますから十分できると。私お尻の脂肪ゼロですから悲しいからですね。12ページいきましょうかね。あ、13ページ次いきましょうかね。14ページこれで終わりですね。お尻再生プロジェクト、運動してるとですね、お尻っていうのはねもう肝です。お尻にどのくらい肉がついてるかっていうのは運動能力がどのくらいあるかと結構比例します。これは東京に行ってその整形治療研究会に来てる連中の中に3分の1ぐらいはですね、運動系の武道やってたりとかですね、なんかスポーツやってる人が結構いるんですね。でその人たちが口を揃えて言うのには、選手を選ぶときには尻で選ぶって言うんですね。野球でもサッカーでも何でもそうだって言うんですね。はあ、知らなかった。で監督がスカウトに行ったりとかなんとかするときに尻を見るって言うんですね。でもう初めて聞きました。で尻がしっかりしてるっていうのはそれだけやっぱ鍛えてるっていう証拠なんでしょうね。やっぱこう選手をこうやっぱ素晴らしい野球選手でも何でもこう見るとですね、もうお尻がこうガッとしてるでしょ。もう今最近ね、はいいな、惚れ惚れする、あんなお尻になりたいなと思うんですけど、もうちょっと無理かもしれませんけど、もうねやっぱお尻っていうのは重要なんですね。でこの7番目にこう体を支える大きな筋肉って書いてありますけど、この臀筋っていうのはですね、人間の体の中でも太ももとか腰の筋肉と同様に臀筋、お尻の筋肉って非常につきやすいんです。で体を支える筋肉の中の一つであること確かですね。だから変に胸の筋肉とか腕のこの辺の細い筋肉とか鍛えるよりも、まあおそらく足とかお尻とかの筋肉の方が鍛えやすいんじゃないのかなと思います。でちゃんと鍛えてれば臀筋はこうついてくるもんだと僕も思うんですね。私自分の体からもそう思います。で世の中にジャン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 ジャカジャカジャンジャンジャンってこう曲がるのがあるでしょ。ジャンジャンジャカジャカって言って、でビフォーアフターのどっかのおばさんの体がこうなりましたってあるじゃないですか。最近見てません？ぐるぐる回るのライズアップってあるじゃないですか。最近ちょっと前にブレイクした、女の人が、昔はこんなでお腹でっぷり出て、でぐるぐる回って次の時にはこうなんかシャキッとして出てくる、いますよね。なんていう女の人と、なんていう女の人でしたかね。見てないですか。あ、
ていう女の人。見てません？最近ライザップの宣伝。江戸晴美さん、それ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 。見ましたよね。気がつきませんでした？江戸晴美さん痩せたけど、お尻は見事にぺったんこ、全然鍛えられてない。あのライザップの鍛え方ってどういう鍛え方してるんだろうと。今日帰ったら江戸晴美さん見たら、まあ、皆さんお尻見てください。もうね、こんなにぺったんこですから、あれでどこでセクシーなんだと僕はですね、疑問に思いましたね。ただ痩せただけっていう感じですよね。あれを鍛えてお尻がちょっとふっくらされると、あ、バランスの取れた、筋性の取れたいい体だなと思いますけど、あれになりたいと思う女性がいたらですね、僕はちょっと疑いますね。あれでいいの？で、このお尻再生プロジェクト、ヒップアップをですね、皆さんもやってみてください。お尻はいつ何時でも鍛えることできます。これから1年でも5年でも10年でもピラティスやりながらお尻を維持明示して鍛えれば、お尻もぷっくり、お腹の筋肉もしっかり鍛えれば、腹横筋もしっかりで、泌尿器系の尿漏れとかそういうことを考えながら、お腹の筋肉鍛えれば骨盤底筋が鍛えられて、おしっこのトラブルも少しは変わってくるだろうと思う。あとは